さっきから話を聞いているとどうも食い違ってるな。立派な仕事をやり遂げてお金もがっぽり稼いで、君のことを泣かせたりしないで世界の平和も守る。スーパーマンみたいな男と君は付き合いたいって、そういうことだったのか。ご機嫌斜めの原因、さあこのドアを開けて閉めて車で駅まで電車に乗ってけ、さっきから話を聞いているとどうも食い違ってるな。気弱じゃなくて強い人、頭がとってもいい人、浮気は絶対しないで休みの日には遊びに行く。いつまでたっても熱々のそんな家庭で暮らしたい。全く僕の目はつぶら。さあこのドアを開けて生活の才能ない。キラキラ